語ってたら、おめでとうございますおめでとうございますって。なんで？僕本当に名前覚えるのできなくて、なのに平は合ってましたおめでとうございます、そんぐらい好きですみたいな。喜ぶんだ。うち本当覚えられない、一文字覚えられて自分がすごい嬉しいって自分を褒めるのね。あー斬新斬新。